牛乳と生クリームを使用した濃厚なかぼちゃスープ1杯200円で販売されました。おいしい？おいしい？おいしいね。思わずこの笑顔です。3連休初日、札幌東区のサトランドで開かれたイベント、パンプキンフェア。サトランドで収穫されたおよそ15種類のかぼちゃが大集合したほか、農家が作った新鮮な野菜を販売するコーナーも設けられ、大勢の家族連れなどでにぎわいました。パンプキンフェアは14日まで開かれています。